ステージ。なかなか僕は本当に最初から最後までほぼ出てないシーンがない手突っ張り で階段を駆け上り駆け下り、台から飛び降り、100人を切り、黒木瞳にドクサーに言いより振られ、王の4月のクリスチャンの、黒木瞳ドクサーの恋を助け、獅子奮陣しております。もう非常に疲労はしてるんですけども、なんか新しいいいものが出来上がっていくであろう、なんかこう前触れの疲労なので非常に心地よい疲労で、今むしろ疲労感よりもさあこれから始まるぜやってやるぜっていう気持ちで今高まってきてます。小太郎さんがあまりにも素晴らしいので、もう私たちは、もう盛り上げたいで日々頑張っておりますけれども知らんがすごい素晴らしいです。はい、今の心境は何度も舞台やらせていただいてますけど、本当に初舞台のようなすごく新鮮な気持ちで今回見ておりますね。小太郎さんのエネルギーがものすごいので、そこに負けないようにという、僕はもうそこに本当に意気込みをかけているところです。絶対負けはないように頑張ります。小太郎さんがとってもかっこいいし、でも可愛らしいところもあったりとか切ないところとか、もういろんな表情を見せてくださるので、それに刺激を受けながら僕らもそういうふうにいろんな表情を出せる役をやらせていただいているので、負けないように、そして舞台上で少しでもこう小太郎さんに対してびっくりさせるというか、爪痕残せるというか、なんかおお、超えてきやがったなって、毎日毎日ワクワクしてもらえるように、でそれがお客様に伝わって楽しい舞台になれる一員として頑張りたいと思います。本当に修羅の演じていらっしゃる吉田鋼太郎さんは、人間こんなにセリフを覚えられるのかそういうセリフをたくさんおしゃべりになって、それがまた非常にパワフルで、そして緻密でございます。その他にですね、周りを取り囲んでいるお客さん、そして、彼ら二人もですね、本当にキュートな、そしてもう若々しいお芝居をしております。私はそこに一色本当に違った色を、バイプレイヤーとして伝えられればいいかなというふうな形でですね、出演させていただいた感じですね。この1週間ぐらい、つき始めたんですけども、最初はちょっと不安だったんですけどね、さっきおっしゃったように回復がないかとか、途中で取れるんじゃないかとか、あと息ができるんじゃないかとか、そういう心配は全くございませんで、非常に快適です。本当によくできます。いつも皆さんにつけてほしいです。しんどいとか言っててもしょうがないんで、なんとかなんとか思ってます。だから30日まで乗り切れればと、あとはもう入院するかもしれません。上に行かれるので、追いつけるように頑張っております。1ヶ月稽古しないとダメでしたね。やっぱり100人切る人の手を覚えるのにやっぱり1ヶ月かかりました。やっと昨日もう大丈夫かなって覚えるぐらいになってくれます。ヘトヘトになりますね。しかも100人切りで高揚したテンションでそのまま最後まで乗り切っていけるっていう、その100人切りのちょっとしたその何だろう効果があるんですよ。決めるところ決めるところで一つ一つがめちゃくちゃわーかっこいいっていうのが見えつつで、しかも体力的にも僕でもそんな1日2回なんかもう絶対無理っていうような、100人切りだけですら大変そうなのに、ずっと出ずっぱでセリフも多くてっていう、もう本当に尊敬っていう言葉しか思い浮かばない。ピシッとこうまとまった稽古が今回一月間以上ここで繰り広げられました。シラムのためにこれは私も自分もいくつかいろんなところ稽古してますけど、なかなかやっぱり素晴らしい稽古場だったというふうに思っております。六角がね、稽古始まった頃は僕が稽古場で非常に暗い顔してたらしいんですよ。これ本当にできるのかと、100人切り含めてこの3時間でずっぱりの芝居を60近い俺はもうひょっとしたらできないんじゃないかっていう様子をしたらしいんですよ。だから六角が横に来てくれて、小田さんよくこれ引き受けたねって。いやでもそれある意味ではなんていうかこう勇気づけてくれる言葉なんですよ。よく引き受けたと、よくやったと、よくやろうと思ったと。でやっぱり六角もベテランなんで分かってくれるんですよね。今自分たちがしんどいかしんどくない状況で何を言えば頑張る気持ちになるかって分かってくれてて、非常に六角さんがいるので、でもどうせないですので、僕は助かります。先輩なんですけど、本当に大変だなと思うときに頑張ろうっていう言葉は、そ
そんなに頑張れないんじゃないかな。その通り。やっぱりただ頑張ろうだとってなっちゃう。そうね、まあ寄り添うって気持ち悪いですけどね。まあ人はやっぱりいて大変ですねっていうふうに言うことがなんか一番ちょっと自分の中では誠意があるなと思ったんですから、ね。本当にお客様も一体となって楽しんでいただける国境大衆演劇、まあ国境大衆演劇というよりも笑って泣けて、勇気をもらって、あるいはお客様たちが頑張れってこう言っていただけるようなそういうお芝居になっていると思います。ぜひ日常のうさわらしに、見に来てください。本当に笑って泣けて、楽しめると思います。ぜひお勧めでございます。僕らも1ヶ月頑張りましてこんなに面白くなるとは思わなかったというぐらいの仕上がりになっております。一度それを確かめに、劇場の方にいらしてください。お待ちしています。